はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は横山七段対羽生九段の NHK 杯戦のハイライトやらせていただきます。先手が横山七段、後手が羽生九段で相掛かりの進行となりました。そして8六歩、同歩、同飛車と羽生九段が飛車先の歩を切りまして8四飛車と中段に構えました。で、横山七段は7六歩と角道を開けまして羽生九段5二玉と中住まいに構えていきます。そしてここから6六角と上がっていくのが斬新な指し方ですね。7四飛車に7五角と上がっていきます。これも最近になって実戦例がちらほらと現れてきた有力な作戦で、この5三の玉頭を睨んで駒組みをやっていこうということですね。で、羽生九段はここから5四飛車と回っていきました。これで逆に5七地点を睨みつつ、まあ、7四歩から7三桂などの駒組みを見せています。横山七段は8八銀と上がりました。で、羽生九段は9四歩と端を突きまして、9六歩とここは互いに、突き合っていきました。で、以下1四歩1六歩とこちらも突き合って3四歩ですね。ここから横山七段は4六歩と突きまして、羽生九段は3五歩とひねり飛車模様の駒組みになっていきました。で、4七銀6二玉6八玉4二銀と、まあ、振り飛車対居飛車のような戦いになっていきます。以下5八金7一玉7九玉と駒組み続きまして、5一銀と、銀をこちらに引き寄せていきました。で、横山七段はちょっと中途半端な角を5六歩から6二銀7七銀と、まあ、この5七地点に角を収納する手を作っていきました。で、以下3四飛車に8八玉5四歩と駒組みが進行していきます。そして5七角ですね、まあ、この7五地点だとちょっと中途半端だったんですが、5七角と引いて攻防に効く非常に味の良い位置となりました。まあ、将来的に4五歩から4六銀で3五の歩を狙っていくと、そういう手もあります。で、羽生九段は3三桂と跳ねました。そして6六歩7四歩3八飛車と横山七段が3筋からの仕掛けを見せていきます。まあ、放っておくと3六歩同歩同銀で困ってしまうので、このタイミングで2五桂とさばいていきました。そして4五歩が狙いの一着ですね。ほっとけば4六銀から3五歩を狙っていこうと、こういう構想になります。で、実戦はここから羽生九段が3一角と指しまして、4六銀に、5三角と上がりました。まあ、ちなみに5三角のところで、まあ、1三角とこちらに使うと2八飛車と桂取りに当てて、仮に2四歩なら3五銀と出る手があります。まあ、これを防ぐための3一角から5三角の動きだったというわけですね。これで2八飛車なら2四歩で何事も起こりません。ということで横山七段は6七金右と上がりました。まあ、そしてここから羽生九段が6四歩と、何気なくついたんですが、なんとこれが握手で一気に先手優勢に傾いていきました。6四歩のところでは2四飛車と指していればほとんど互角のさばき合いだったようです。例えばこれに3五銀なら3七桂成としまして、まあ同飛車でも同桂でも2四の飛車が成り込めるというわけですね。また2八飛車と回る手も3七桂成と強引にさばきまして、これで2四飛車同歩で無理やり飛車交換に持ち込んでしまえば、後手も例えば3七銀なら4九飛車という格好で、これは後手も十分さばけそうという展開でした。まあ、ということで、まあ、この6四歩に変えて2四飛車であれば、まあ、ほとんど互角のさばき合いになっていたんですが、6四歩に対して横山七段が2八飛車と回ったのが巧みな構想で一気に優勢となりました。以下2四歩と桂を受けるんですが、ここで4四歩ですね。まあ、これが次の一手のような素晴らしい攻守で一気に先手が優勢でございます。これ同角なら4五銀と角と飛車の両取りをかけて優勢ですね。また同飛車と取るのは本譜の4八飛車がありますし、同歩と取るのは3五銀3三飛車に2四銀と出まして、これが飛車取りかつ2五の桂取りで、例えば3七桂成と成り込んでも3三銀成2八成銀3二成銀と進むと、さすがにちょっとこの金をボロッと取られてしまうのは駒損がひどく、先手が
はっきり優勢と、こういう展開になっておりました。ということで、まあ、あれですね、もっと厳密に言うと、3三銀ならずの方が実は良くて、2八成銀に3二銀ならずで、4三銀成を狙っていく方がいいですね。まあ、ということで、この展開はちょっと先手が優勢になっちゃうということで、実戦はやむなく同飛車と取りました。でここから4八飛車が絶品のさばきですね。次4五銀を分かっていても後手は受ける手が難しく、仕方なく3四飛車と飛車を逃がしていくんですが、4五銀、3三飛車、5四銀と、銀を活用して絶好調の展開となりました。そして4四角は4五歩で詰んじゃうので4二角と逃がしたんですが、4四歩が絶品の追撃ですね。同歩と取るしかないんですが、同飛車とさばきまして、まあ、次に2四飛車と桂取りに回る手が厳しく残りました。で羽生九段は仕方なく2三飛車と、2四飛車を受けていったんですが、ここから3五角と縮んで遊び気味だった角を活用して先手が絶好調の展開となっております。以下5三歩と羽生九段が受けまして、4五銀に4三金と遊び気味の金を活用して頑張っていくんですが、6四飛車とこの横歩を取るのが味のいい一着ですね。以下4四歩同銀5四金と羽生九段がぐいぐい金を押し出して粘っていくんですが、7四飛車と取りまして、以下7三銀だと7五飛車と逃げられてしまうので、一回3四歩と角をどこに行きますかと尋ねまして、2六角と引かせて8二玉と、粘っていきました。この辺りの手渡しもさすがですよね。まあ明らかに後手が苦しそうではあるんですが、まあ、いろんな選択肢を与えてない、迷わせて間違えさせようという羽生九段一流の勝負術でした。ただここから5五歩が横山七段の、冴えた一着でした。4五金と金をそっぽに行かせて4三歩と、2三の飛車の利きを止めつつ4二の角取りに打っていきます。以下3一角に5四歩と突き出していきました。この3一角と2三飛車の位置関係が最悪で、銀が入ると3二銀という飛車角両取りがあります。横山七段はそれを狙って動いているというわけですね。以下同歩に同飛車と飛車をさばきまして、ほっとけば5三銀成があるので6三銀すぐと上がっていったんですが、5九飛車と引いて十分な体勢となりました。以下羽生九段4七歩と勝負手を放っていくんですが、構わず5三銀成としまして、4八歩成に7九飛車が冷静な一着ですね。ここでは6三成銀と攻め合う手もあるんですが、5九とと飛車を取られて、まあ、ちょっとだけ紛れてきそうということで7九飛車と手堅く逃がしていきました。これで矢倉プラス7九飛車がくっついた非常に固い構えとなっています。でここから羽生九段は3五金と、まあ、少しこう遊び気味だった金を活用して角道を封鎖していきます。ただこれに対して同角同歩6三成銀同銀と取って、先ほど申し上げました3二銀が痛烈な一着で先手勝勢となりました。まあ、先手陣は飛車付きのガチガチの矢倉、後手陣は金銀がバラバラで、なおかつ角飛車両取りを食らった非常に痛烈な格好となっております。で3二銀に3三飛車は3一銀ならずと取りまして、仮に同飛車だと4二歩成となって、これ厳しいですね。仮に2一飛車なら4三角が金と飛車の両取り、3三飛車なら5五角が王手飛車取りで、3四飛車なら4三角が金と飛車の両取りで、いずれも先手勝勢となります。ということで羽生九段は角を見捨てて3三飛車と、3三飛車ではなく1三飛車と逃がしていくんですが、これでは3一銀ならずとボロッと角を取られてあまりにも辛い辛抱ですね。で以下7二金と涙の辛抱を重ねていきます。そして横山七段は5四歩と垂らしました。これもうまい手ですね。5二歩と受けるんでは歩切れになってしまいますし、かといって本譜の同銀ではせっかく囲った銀がそっぽに行ってしまって非常に辛い展開となりました。でそっぽに行かせて2六歩が激辛の一着でした。これで2五の桂を取って
場合によっては7四桂あるいは8四桂6四桂などの筋が生じます。羽生九段は4六角と攻防に打っていきます。以下2五歩に5八とと都金を寄せていきました。次6九銀とか、間に合えば6八歩から6九歩成のような攻めがあります。で横山七段はここで6一角と決めに行きました。先ほど申し上げた8四桂とか7四桂とかあるいは7五桂とか、そういった手と連動した非常に厳しい一着ですね。で羽生九段は6三銀打ちとがっちり守っていくんですが、7五桂と打つ手が6三の銀取りかつ次の8三金を見せた厳しい一着となりました。以下7四銀と上がりまして5五歩ですね、これもうまい手です。同角なら5六金とこの金も予選に使っていこうという構想ですね。以下6三銀左と逃げるんですが同桂成で実戦は6三同銀に5三金と食らいついていきました。これも次の6三金同金8三銀という手が非常に厳しいですね。なので羽生九段は7四銀とかわしていきました。7四銀のところで6二歩と打つ手が効けばいいんですが、これに対しては6三金が厳しく、同金は8三銀なので同歩と取るんですが、7四銀と重しを置かれておいてちょっと辛い形勢ですね。8四金なら7五銀がありますし、7一桂と受けても4二歩成から5二ととぼちぼちとと銀を寄せられて、先手玉は鉄壁、後手玉は5二とと寄られると風前の灯火でちょっと、勝ちづらい形勢になってしまうと。こういう形になります。ということで、まだ銀をかわした方がいいということでかわしたんですが、7五歩が絶好の追撃となってしまいました。仮に同銀なら7二角成、同玉そして7四金と上から押さえられておいて、ちょっと銀取りや6三銀打ち7三歩などが残ってちょっと難しい局面になっちゃうということですね。ということで8三銀と引くんですが、7四銀とさらに追い打ちをかけていきます。以下同銀同歩と手順に歩が急所に進出していました。そして羽生九段は8三銀と銀冠を作って粘っていくんですが、6三銀とさらに、重しが入っていきます。で実戦はここから7一歩と底歩で耐えていくんですが、仮に7一金なら7三歩成という手が軽妙手で決まっておりました。で同桂なら8三角成同玉7四歩で攻めが続きますし、また、同玉と取るのは5二角成として、次の6二銀ならずが厳しいですね。6一歩と打っても7二歩とこの筋に歩が効くのが大きく先手が必勝形となります。ということで、ちょっとこれも頑張れないということで7一歩としたんですが、6二金と、正確に寄せられてしまってますね。以下6二金に同金と取るんですが、仮にこれ7五桂などと手抜きをしますと5六金と当てられて角を取られて7二銀なり同歩7一角という寄せを狙われるとちょっとどうしようもないということですね。なので同金同銀ならず7二歩と頑張っていくんですが、7三歩成がまた上手い手でした。以下同桂に7四歩と打ちまして、同銀8四金で筋に入ってます。で羽生九段は6三金と頑張っていくんですが、5二角成と一回緩めたのが好手でした。で次7四金の銀取りが残っています。以下6二金同馬8三銀打ちと頑張るんですが、6四金と打たれまして、8四銀に7四金と寄られたところで羽生九段無念の投了となりました。本当に横山七段の4四歩という突き出しから正確な寄せが光った、会心歩ではなかったでしょうか。ほとんど先手はノーミスのまま後手を投了に追い込んでしまいました。投了図以下ですが、仮に8三歩なら7一銀と打ちます。で9二玉なら7二馬が、8二馬と8三金の詰めろで必至ですね。また8一玉は8三金と潜って、次の8二金の詰めろをかければ7二馬そして8二金の詰めろで、必勝形ということになります。また9三金と頑張る手はありそうなんですが、6三銀が厳しいですね。これ次7二銀成や7二馬が分かっていても桂だけでは受からないとこういう格好になります。ということでもうちょっとこれ以上指しても勝ち目がないということで羽生九段無念の投了となりました。
横山七段快勝で3回戦進出ということになりました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。